TBS のバラエティ番組にあの戦場ジャーナリストの安田さんが噛みつきました。飯山あかりさんも噛みつきました。そして須賀川さんぐぬぬということなんですけども、それともう一つ、なぜかネトウヨ風評被害ということなんですけどもね。さあ、この安田純平さん、この時本当助かってよかったですよね。もうハラハラ私もしておりましたけども、この安田さんがですね噛みついたんですよ。はい、クレイジージャーニーということで嘘を流した安田純平氏が痛烈批判と、恥ずかしくないのか TBS ということなんですけども、下の資格ですよね。ジャーナリストの安田純平氏は31日 X を更新しました。30日に放送された TBS クレイジージャーニー、これ松本人志が MC をやってます。まあこれバラエティなんですけども、報道番組としてね、機関として恥ずかしくないのかと TBS 批判しました。何があったかということなんですけども、 IS 壊滅後の落下やアルホールキャンプでは取材に多い やるべきだと。でね、何を書いているかと言いますと、要はね、このイスラム国に潜入取材したという、まあ、そういう体の番組なんですけども、バラエティだからといって嘘を流していいわけないと、お前らデタラメやるなということで嘘だらけだったという内容なんですよ。そしてその非難の集中の矛先はこの須賀川さんですよね。今この須賀川さんなんですけども、いやー、もう相当叩かれてますよね。 X はもう毎回毎回大炎上状態なんですが、今回の安田さんの X を見てみましょう。はい、こちらになります。同様の取材をした人はかなりいるが、イスラム国に潜入取材なんていうのは見たことがないと、ありえないレベルの嘘だからと。これ嘘なんですね。シリア報道を見ていない人には理解できないし、そうした人たち向けに報道では届かないのも現実だから、バラエティでやることに私は賛成すると。でも嘘は流していいわけがない。私ね、この安田さんの意見にはもう大賛成ですよ。まあ、今回のこのね、中東問題にしても、なんかの世界紛争にしても、残念ながらね、日本人の中でも多くは関心がないというか、中東、何なのそれって、そういうね、もうどうしようもない人間いっぱいいるんですよ。でも、バラエティ番組でこれを面白おかしく、まあ面白おかしくじゃないんですけど、放映すると全くニュースなんか見ない層がね、そこで接することになります。だからこの安田さんの言うように、バラエティでやることは確かに賛成、私も大賛成です。でも嘘を流していいわけがない、これもその通りです。つまりね、この TBS、 今回 TBS なんですけども、要は話を盛りに盛るわけなんですよ。だから安田さん怒ってると。これはね、その通りだと思います。はい、ここにもこんなこと書いてありますよね。このイスラム国潜入取材という嘘をネトウヨに擁護してもらう TBS と、ちょっと待ってくださいと。なんかここで話が違っちゃってますよね。なぜかこのイスラム国潜入取材というのを TBS 嘘ついたということで、今回は須賀川さんと TBS を非難してるんですけども、なぜかですね、ネトウヨに擁護してもらう TBS ということで、この安田さんの怒りの矛先がネトウヨにも向かってるんですけども、まあ、いわゆるネトウヨとしておきましょうね。で、これなぜかというと、この安田さんが拘束された時にですね、いわゆるまあ保守界隈の人がもう勝手に行きやがってと、そして拘束されて日本に政府に対してね、助けてくださいって何言ってんだっていうことをやられたもんですから、安田さん残念ながらこのネトウヨに対してはすごい怒りと恨みを持っておりますと。でもね、ネトウヨが TBS をねこれ擁護するってないと思うんですけども、なんかもうこの辺で話がもうむちゃくちゃになっています。さあ、次行きましょう。はい、こちらなんですけども、見てくださいね。こんな風に書いてありますよ。やはりイスラム国がすでに存在しないラッカと戦闘員の妻らが収容されているキャンプに行ったという内容だったらしいんですね。で、後藤健二さんら IS そのものを取材して試みて命を落としてありましたね。記者たちがいたのに IS 壊滅後のラッカやキャンプに行った程度でイスラム国潜入取材をこれおごるなど報道機関として許されることではないと。はい、これが今回の安田さんの結論になりますね。要はね、IS ってのはこれ壊滅してるんですね。はい、壊滅してると。で、そんな後のキャンプに行って、イスラム国の潜入取材、つまり存在しないものに対してそこに潜入して取材してると、ふざけんなってことになります。ほんとこれね、私思いますけども、テレビのいけないとこですよね。事実じゃないふうにこれ盛るんですよ。で、これね、バラエティだからいいだろうってやってるんです。これが良くないでしょ。なぜかというと、バラエティとニュースの垣根が今完全なくなっています。だからバラエティでもこういうね、紛争ものといいますか、時事問題を扱うんです。で、テレビのスタッフどう考えるかというと、どうせだったらもっと派手な映像が欲しいと、ものすごいとこに行ったっていう体に仕立てようとします。これが嘘に嘘を塗り重ねるということになるんですね。
ね。で彼らというのはもうその嘘をつくという感覚が平気になっています。でこれがねバラエティダメですよ。バラエティでもね時事問題絡んだバラエティで嘘は絶対いけないんですが、これがニュースでも嘘をついていいだろうということに発展していくんです。これが今のデタラメな状態を生んでるわけなんですよ。でもね今回の須賀川さん、これは気の毒でしたね。イスラエルの入りの TBS 記者、これ須賀川さんです。観光旅行ご苦労さんとネット中傷に本人激怒、ふざけるなということで、はい、これがね実際のこれ映像になります。これ X なんですけども、観光旅行ご苦労さんね、須賀川さんとハマスの仲良しさんからよく自慢話聞いてレポートしてくれよなっていう、これはねさすがにダメですよ。いくらなんでもね問題があるにしても観光旅行してるわけありませんし、明らかに危険な地域にいるってのは私事実だと思いますので、これは言い過ぎですよね。ではこういうことやっちゃダメです。こういうことをやるんじゃなくて、須賀川さん、ここのこの点は私おかしいと思いますよ、弁明してください、反論してください、これを X で須賀川さんに寄せるのは私は大賛成です。だっておかしいとこいっぱいありましたからね。でもこういう抽象ってのは良くないですね。私もこれはね嫌いです。ではもう一度安田さんに話を戻しましょうかと。はい、これですよね。やっぱり有名なのはね、この時ね、いやこれさすがに安田さんやばいんじゃないかなとほとんどの人が思ったわけなんですけども、このシーンですよね。でこうなっちゃうとほぼアウトだったじゃないですか。でもねここで日本中に物議を醸しました。こういうことがありました。これ実際には映像なんですけども、動画を流しますと、この冒頭で安田さんこんなこと言うんですよ。私の名前はウマルです、韓国人ですと。これは一体何だと。でその後随分といろいろ議論されたりね、噂とか言いますか、わーっとこう広がったんですけども、結局この答えは何だったのか、あれは何だったのかということは判然としないまま終わってしまいました。今でも不思議ですよ。皆さんこの動画を探してみてください。これ安田さんね明快にこういうふうに言ってますからね。でその後お実際無事に帰ってきても、やっぱり俺は行くぞっていうことで行こうとしましたら、外務省がこれパスポートの発給拒否でね、これはふざけんな、人権侵害だってこう訴えたと。まあこういうこともありまして、この安田さんなんですけども、いわゆる保守界隈からは総叩き、袋叩きにあっています。だからさっきみたいな発言になったと思いますけども、ネトウヨ、自称ネトウヨ、まあ、いわゆるネトウヨが TBS を擁護するってことはないと私思うんですけどもね、これどうなんでしょうね。はい、ということでこのね須賀川さんなんですけども、今度はもう一人の登場、はい、この人ですよね、飯山あかりさんに登場してもらいましょう。飯山さんね、本当にお顔立ちの整ったね、あの綺麗な方なんですけども、はい、ご自分のこのネット番組でいつも言ってますが、私は性格が悪いんですって散々言ってますけどもね、はい、本当に性格が悪いと私は思います。これねネット見るとわかるんですけども、いやー飯山さん本当にあなた性格悪いねっていうのはね、もうにじみ出てるということで、まあ面白いんですよ。でもね、この飯山さんというのが今テレビに出ている中東学者のあんなも全部デタラメだと、根拠はこうだああだと言ってるもんですから、絶大なる支持を受けています。でテレビ局もね、この飯山さんこれ潰しにかかってるみたいなんですけども、おかしいと思うんだったら飯山さんをね地上波に出せばいいんですよ。で今出てるような重鎮と言われる中東の研究者と議論戦わせればいいでしょ。でもテレビ局それやらないんです。だから私はこれは間違いなく飯山さんが言ってることは正しいだろうと思ってるんですが、今はいこの写真の右見てください。もちろんねこの須賀川さんを攻撃してるわけなんですけども、はい、このシーンはあれです。右に写真があるでしょ、戦場記者ってありますけども、これは須賀川さんを主人公としたこれドラマ、なんかネットフリかなんかの、ドラマでしたっけ、まあこういうドキュメンタリー作ったんですけども、はい、これをね飯山さん見事にしてきました。この写真そのものがこれ嘘ですよねってこのねこういう表情で言ってるんです。これ嘘ですよね。で実際ねこれ嘘だったんです。戦場記者というああいうタイトルをつけてああいう写真を載っければ当然これは空爆の後だということになるでしょ。違ったんですよね。これはレバノンで謎の大爆発があったでしょ。これその被害現場なんですよ。それを持ってきて、おなんか戦争っぽいからここでいいじゃないかって、はい、これもそうですよね。要はこれは TBS といいますか、マスコミがね、もうインパクトある写真を適当に貼っつけとけと。でも戦場記者ですから明らかに内容が違っています。これを飯山さんすぐ気がついたんですよ。これ大したもんだと思いますよ。で、これがね、飯山さんの、これはね、X になるんですけども、はい、こんなこと書いてますね。
事故現場写真を戦場の写真だと偽装。はい、さっきの写真です。中東支局長という肩書きなのにロンドン在住、これ知りませんでしたね。さっきの須賀川さんなんですけども、中東支局長ということで、なんかね、日々あの現場にいるようなイメージがあるんですけども、実はロンドン駐在でね、普段はいい生活を送ってたんですと。これおかしいですよねと言ってますよね。そしてガザの病院が空爆されてあったでしょ、500人が亡くなったというのね、これ断定したと。で、これはね、さすがにあの須賀川さんも途中でおかしいと気づいて、空爆されたとしているということでトーンを落としました。要はね、イスラエルがやったか、これはね、ハマスのこれ仲間がね、誤爆したんだということで、どうも判然としませんよね。さあ、そして今回の一件です。イスラム国は世界にまだ存在しているのに事実上なくなっていますという嘘、これね、今回はまた別のことですよ。で、今回の方はこれです。イスラム国に潜入取材していないのに、イスラム国に潜入取材という番組を放送と。これは今回のこれ該当している、そういうことになりますよね。実に面白いですよね。はい、でね、イスラム国というのはあるんですけども、今回ね、あの須賀川さんが潜入した地域にはもうないんですよ。ところがそこの危険な地域に入ってったっていう、そういう体にしたいもんですから、こういうことをしたと。これ飯山さんみたいな専門家が見てますから、あっという間に嘘がバレてしまうわけです。まあ今回ね、安田さんがこういうことに気づいてね、ものすごく激怒したという内容だったんですけども、集中砲火にあっておりますと。須賀川さん、私ね、須賀川さんなんですけども、これ内心実はね、ものすごく困ってると思うんです。これなぜかと言いますと、須賀川さん、私ね、絶対こうだと思うんですよ。本心としては TBS に対して頼むから、もうこれ以上ね、森に盛ったようなやり方やめてくれと内心絶対思ってますよ。でね、須賀川さんとしては、この人は元は TBS の人間なんですね。で、現在は TBS に全面的にバックアップを受けて、戦場カメラマン、これが真のジャーナリストだということで、 TBS からバックアップを受けて、それでね、大宣伝してもらってるんです。となりますと、須賀川さんとしては TBS に文句言うわけにいかないでしょ。だから本心としては、 TBS よ、頼むなと、頼むよと、あんまり煽ってね、嘘とかはね、森に盛るのやめてくれと。なぜかというと、攻撃の矛先は俺に向かうんだと、頼むから勘弁してくれって思ってるはずです。でも須賀川さんとしては TBS には絶対文句言えませんから、このね、攻撃してくる人間に対して、やめてくれと、違うんだと、今回の一件は TBS と演出なんだと、文句あるんだったら TBS に言ってくれよって言いたいんですが、言えないんですよ。だからね、ものすごく私はね、板挟みに合ってるというのが、僕はね、彼の本心じゃないかなと思うんですけど、皆さんどう思われますかね。さあ、戦争といえばね、これ日本で言えばこの原爆ドームになるんですが、これ先日広島行った時に撮ってきました。私ね、広島に行きますと、どんなに遅くなっても新幹線の最終に間に合う限りは原爆ドームに行くんです。これもね、9時ぐらいに行ったんですけども、やっぱりね、広島行ったらね、ここを見ざるを得ませんよね。毎回これを見て写真を撮って、そしてあの手を合わせてね、お祈りをするということを私はね、必ずしています。皆さんも広島に行った際には、これは可能な限り、ぜひともこの原爆ドームは見てね、戦争は絶対やっちゃいけないという気持ちを新たにしましょう。これよくね、日本保守党の信者に対して、まあ信者じゃないです、これ支持者ですよね。信者もいるでしょう、支持者もいるでしょう、たくさんいますよ。よくね、誤解されるんですけども、あの連中というのはみんな戦争をやりたがってるんだっていう、こういう攻撃のね、こういうワンパターンがあるでしょ。そんなわけあるわけないだろうって言いたいですよ。戦争なんか絶対やっちゃダメなんです。だから日本保守党のね、これはほとんどのね、この支持者というのもみんな同じですよ。戦争なんかやっちゃダメだと。そのために外交交渉したり、これ武力でね、こちら防衛したりして、向こうに手を出させないようにするんだと。なんでこれをね、あちら側の人はわからないんでしょうね。不思議で仕方がありません。